編集者の不動です。今日も始まりますパンパンチャンネルのレッパンパンタッチ。パンさんこんにちは。こんにちは。今日もよろしくお願いします。お願いします。ポンさんね、はい、覚醒剤にちなんだお話っていうのを今日していただきたいんですが、何かそういう感じのお話ありますか？はい、そうですね、はい、まあお金絡みで言うとね、はい、携帯電話、はい、携帯電話、はい、はい、まだムーバーとか当時、はい、折りたたみとか、はい、ガラッパコスガラ系の、はい、その当時ね、はい、お客さんのついてる電話ってね、はい、高く売れたんですよ。お客さんがついてる電話、はい、だからその番号の名刺を配って、はい、ちゃんとした商売をやってる、はい、携帯電話ってものすごく高く売れたんですよ。あ、そうなんですか。はい、はい、ね、もうやめるよと、はい、覚醒剤の商売やめるよってある人がね、はい、やったんですよ、はい、まあ僕知り合いやったんですけど、はいはい、最後その人の携帯電話は500万で売れました。500万です。はい、それは覚醒剤を売ってる方の携帯ですよね。そうです、だからお客さんがついてる番号なんですよ。なるほど、覚醒剤を売ってるからそのかかってくるっていうのを踏まえてるからそんなに高く売れるっていうこと。そういうことです、そういうことです。すごいですね。500万ですか。そうです、100万とかだらにバンバンありましたね。50万とか100万ぐらいの、すごいですね、その番号ってもちろん他人名義で、はい、当時はどこでも払えたんですよ、電話料金って。まあドコモだったらドコモ行ったら、はい、普通に払えたんですよ。身分証明書とかなしで他人名義でも。そうなんですか。そうです、そうです。今っていうのは多分無理ですよね。今ちょっと厳しになってるんじゃないですかね。そうですよね。はい。ね、だから飛ばし、支払いができる飛ばしっていう感じですね。なるほどね。はい。飛ばしか。そんなんがありましたね。結構、それを専門に窓口になってる人もいてましたね。あ、そういうもん窓口があったんですね。そうです、そうです。結構良かったと思いますよ、あの商売は。なるほど、すごいですね。それでまあね、携帯もそんな感じだったんですけどね、はいはい、それは今もそうだと思うんですけど、はい、注射器、注射器、はい、まあ、昔言ったポンプ、はい、今は鉛筆かな。覚醒剤を打つためのものですね。そうです、そうです、はい、あれは覚醒剤より儲かると思いますよ、あの商売は。覚醒剤よりも儲かるんですか。儲かると思います。え、それは、でも覚醒剤の方がまあメインなんですけど、はいはい、でもあれやっぱり必要なんで。あ、体に入れるには必要ですよね。そうです、確かに。だからあれの商売は儲かると思います。あれ280本入ってね、はい、確か6000円、まあ、7000円いくかいかないぐらいだったと思うんですよ、注射器自体が。はい、280本入ってね、はいはい、それがもう一箱、今この前ちょっとちらっと聞いたら5万円、6万円する言ってるんで。その一箱がですか。一箱、それが280本、280本入りなんですけどね。すごいですね。そうです、4万円ぐらいアップしちゃってる。そうですよ、すごいですよ。だからあの商売は儲かると思いますよ。注射器が入る人はすごいですよね。そうです。でもあれもバーコードでね、はい、パクられた時にバーコードでどこからどこの経由で出たかっていうのがバレるんですよ。あ、そうなんですか。そうです、そうです。そういう風になってきたらしいです。僕らの時はそんな年齢なかったんですけど。なるほど。注射器自体についてるんですかね。いや、注射器で袋についてるんですよ。あ、でも袋を切ってる注射器だけのやつってみんな怖いから買わないんですよ。買わないっていうか使わないですよね。何回か使う。そう、回し打ちになって病気も体移るし、はい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 、だから C 型肝炎なんかみんな入れ墨、昔は入れ墨が覚醒剤で移ってますからね。だから元ポンジュの人間なんか C 型肝炎に山盛りいてますから。そうなんですか。もうほぼ9割選手じゃないですか。10人19人はなってるんじゃないですか。覚醒剤を打った方って C 型肝炎になってるって、やっぱその回し打ちでなってるが多いと思いますよ。あ、なるほど、はい、それでなんか治療大変みたいですよね。そうだ、今はなんかものすごく安くなって、はいはい、保証とかがあって安いらしいですけどね。昔は結構高くてね、後遺症もきつい買ったみたいですけどね。そうなんですか。はい、今こういう人も楽みたいな感じ。まあそんな感じみたいですよ。昔はイラ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 してね、みんな。あ、そうなんですか。はい、やっぱ物自体もまた変わってきてるっていうことですね。そうでしょうね。でもやっぱり怖いですよね、そういう注射器だけでね、そうなっちゃうってね。怖いです、怖いです。それよりもそんなに注射器が高いんだっていうことにびっくりしましたけど。はい、
でもやっぱりいろんな商売ってあるんですね。そうですね。注射器でも入っても、だから皆さん入ることがあっても、バーコードっていうのはあるんで、売らないでくださいね。まあ売らない、まあ覚醒剤は良くないです。そうですね、はい、やめた方がいいです。はい、わかりました。今日もポンさんお話ありがとうございました。はい。